雑貨をみんなを笑顔にする雑貨屋大阪維新の森田でございます。いや最近ね YouTube ショートばっかり上げてたんで、こうしてね、YouTube 撮るの久々なんでちょっと緊張しております。はい、はい、今回ねご紹介するアイテムっていうのが、はい、こちらダイアリーノートです。はい、で、もう一種類ありまして、まあ同じシリーズなんですけれども、ちょっと値段がね違うんで、これ後ほどね、説明します。なんで値段が違うのかっていうのがね。はい。で、もう、今回本当にね、シンプルで、もう見た感じ、ね、すごいシンプルでしょ。で、シンプルで、ですごい使いやすいなと思いましたんで、今回ね、こちらをね、ご紹介しようと思いました。で、やっぱりね、今ね、国の方針でペーパーレス化がすごい進んでるじゃないですか。で、なかなかもうその、なんていうんですかね、スケジュール管理も、まあ、ほとんどね、スマホでされている方っていうのもね、多いと思うんですよ。もう多いというか、増えたと思うんですね。で、ダイアリーノートを使う機会っていうのが、どんどん減ってきてるんではないかなというふうには思うんですけれども、スマホで、予定を入れた時と、まあ例えばこう、まあメモ帳なりね、こういうダイアリーノートに、まあ一度でもいいから、書いてね、予定を入れた場合ね、どちらの方が皆さん覚えてます？僕の場合はやっぱり、もう一言でもこう書いて、予定を、入れてる方が、やっぱり覚えてるんですよね。スマホでも、まあやってますよ、スマホでちょちょっとね。何月何日にこの予定があるっていうのをスマホでも入れてるんですけれども、そのスマホに入れたことを忘れてるんですよねたまに。でやっぱりこういう紙の、こういうねノートに書いてる予定っていうのは意外とやっぱりね覚えてるもんで、ダイアリーノートはまあ今後もね、まあ、書く機会は少なくなっても、まあ、なくなることはないかなっていうふうに、個人的に思っております。はい。ではね、早速この、ね、ノートの説明をね、したいと思います。これね、もうパッと見た感じね、こう、ビニール、こう、ね、カバーになってるんで、これがビニールカバーだと思われると思うんですけれども、実はですね、これ、そうじゃなくて、まあ、ビニールを取った状態がこちらなんですけれども、こちらがね、この取った状態が実は、これがカバーになっております。だからカバーになってます。これね、ビニールついてる場合は。はい。だからね、まあ、使うのはもう全然、本当にもう汚したくないっていうんであれば、もうこのまま使っていただいてもいいですし、もう別にそこまで気にしないよっていう方でしたら、全然ね、ビニール、を取っていただいて、まあこの状態でね、使っていただいても、まあお好きなように使っていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい。デザインなんですけれども、こういう感じでね、ちょっと大人っぽいね、デザインになっております。で、すごい、色合いも落ち着いてるので、すごい、ビジネスでも使えますし、まあプライベートでももちろんね、使うことができます。で、これ、メーカーさんにこれね、聞いたんですけれども、この型押し結構ね、難しいらしいです。こういうふうに綺麗にね、型押しするの結構難しいって言ってました。はい。はい。まあまあまあ、それはね、置いといて。まあ早速ね、ちょっと、まずデザインの方を見ていただこうかな。はい、こういう感じになってます。ここがね、やっぱりポイントで、この金具がつくことでね、やっぱり普通の、こうちょっとしたね、ダイアリーノート、まあ以前ご紹介したこういう、ツバメさんと、まあ MDS さんのコラボしたね、この大人気だったダイアリーノートはこういう感じなんですけれども、やっぱりちょっとこう、比べるとちょっと大人っぽいですよね、こちら。ね、ですごいで、シンプルですね。っていう風な、デザインになってます。で、小口もですね、こういう風にね、ちょっと手間かかってるんですね。こう、シルバーにコーティングというか、色がね、プリントがされておりまして、ちょっと高級感のある、そんなダイアリーノートになっております。だから本当にね、ノートっていう感じではないですね。はい、ちょっと高級感のあるね。はい。
ノートになっております。では早速ね、ちょっと中を見ていこうと思います。まあこういう感じで、後ろもね、はい、こういう感じで、これペンホルダーついてます。これ意外とね便利なんですよね、これついてると。あのまあ使わない方も多いかもしれませんけど、僕結構これ使ったりするんで、これあるとすごく助かるなという、印象がありますね。はい、でこういうね感じです。はい、メーカーがですね、あの新日本カレンダーさんの、中の、新日本カレンダーさんのブランドでですね、クレイドっていう、これなんですね、クレイドっていうねブランドから出されております。このクレイドはですね、結構デザインを、結構デザインがいいね、あのボールペンとかノートとかメモ帳とかね、そういったデザインの、あの結構かっこいい、あの文房具を出されているブランドがですね、クレイドというふうになります。はい、こういう感じでですね、あの2023年のカレンダーがもうパッとね、あの見開き2ページで本当にあの見やすく配置されております。すごいシンプルですね。シンプルですし、すごく見やすいなっていうね感じがありますよね。で、こちらね、こちらもですね、まあちょっとね、なんかあの重要なところだけね、こうメモというかね、一言書けるようになっておりまして、これもパッと見た瞬間に、あ、この時にあの大事なね、スケジュールがあったなっていうのが分かるような、そういった作りになってます。でまあ一番ねよく使うであろうページですね、こういうね月単位のページですけれども、月単位のページもすごくシンプルで分かりやすいですね。でちょっとね、こっち側の方がいいかな。はい、で、これよく見ていただきたいのがここ、この一マスがですね、こうね、チェックみたいななってるじゃないですか。これ2ミリ方眼が、プリントされているんで、あの、フリーハンドでね、ちょっと図形を書いたり、記号を書いたりするときも、その2ミリ方眼を元にして、まあ、書くとすごく書きやすく、ね、なるようになってます。はい。で、この、ね、横はですね、こういう感じで、まあ、ね、経線、これ、線が引かれておりますんで、まあ、余白のところ何かね、一言メモみたいなんで書いていただいてもいいんじゃないかなと。で、まあ、下はね、まあ、無地、真っ白の無地なんで、まあ、自由に、ね、書いていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、この隅にですね、翌月のカレンダーと前月のカレンダーが、もうこちらもね、まあ小さいですけれども、パッと見てすぐわかるようになっております。いや、ビジュアル的にすごくね、あの、わかりやすい、そういったね、ダイアリーノートになっています。で、まあカレンダー部分こういう感じでですね、実はカレンダー部分と、実はってあれですけど、カレンダー部分とこういうね、あのノート部分とに分かれてます。で結構ね、ノートの量も、ページも多いんですよ、ほら。ね。ね、めっちゃ多いでしょ。まあ、これ本当にね、こういう最後まで、ね、ノートとして使えます。だから、これ一冊あれば、一年、まあ、こんだけページがあればね、本当に、この一冊、もう本当、丸々一年ね、この一冊あれば、もう十分じゃないかなっていうふうに思います。で、先ほどね、値段の違いを、まあ、説明ね、するんですけれども、まあ、結論から言うと、ノートのページ数が違うだけです。はい。一番大きな違いはね。あとはもう一緒です。ね、こちらの、まあ、2480円のタイプはですね、ノートの今の部分がですね、90ページあります。
で、そんなにね、書き込みとかそんなにしないという方であれば、もうこちら、ね、26ページあります。ノートの部分がね。はい、26ページと、まあ先ほどと比べたら、まあ少ないですけれども、まあそんなにね、書かないよっていう方であれば、もうこちらでも十分なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ薄いですしね、どこでも収納しやすいというね。まあ、これもまあ、ノートがね、90ページ分ありますけれども、まあ、これも比較的ね、薄いんで、まあ、どちらも、まあ、携帯しやすいと思います。で、あと、細かい違いなんですが、デザインがちょっと違います。これ、ここに印字されてるじゃないですか。で、こちらのタイプは、こう、縦にね、こう、縦に、こう、印字されています。ここがね、違うところですね。ちなみにメーカーの、ね、方にこれ聞いたんですけれども、これをプリントするのね、結構字は小さいので、結構難しいらしいです。はい、苦労したというふうに言ってました。はい、はい、ね、やっぱり新年はですね、やっぱり新しいね、こういうダイアリーノート使って、ね、いろいろ計画立てたりとかね、本当に気持ちを新たにしてね、こういったノートを使って気持ち新たにして、まあいい年をね、迎えたいと思いますよね。ということで、今回ね、こちらね、クレードさんから出ている来年のね、ダイアリーノートご紹介させていただきました。はい、まあ、当店ではですね、いろいろね、いろんな雑貨を紹介しております。で、それをまとめたものがですね、当店ホームページの方のブログっていうところにね、ポチッとしていただくと、ブログのページ飛びますんで、もしご興味あればね、そちらの方見ていただいたら嬉しい限りでございます。はい、年内ね、あともう1回ぐらいね、YouTube ショートできたらいいかな。ちょっとわかんないですけど、もし何もできなかったら、まあ、このね、YouTube が今年2021年最後となりますんで、一応、ちょっとここでご挨拶をさせていただいて終わりにしたいと思います。とね、2021年もね、まあ、当店の、まあ、出来事に関して言えば、まあ下半期ですね、10月に、イオンモール伊丹さんの方にね、まあ、ちょっと1週間ほど、ね、イベント出させていただいて、まあ、その直後にですね、まあ、東京の方展示会行ったりとか、で、その映画終わって、また直後にですね、難波マルイさんの方にね、イベントね、出店としてね、まあ、約1ヶ月出させていただいてですね。で、まあ、12月入って、まあね、自分ところの店戻ってきたっていう、そういうふうな感じです。本当にね、もうなんかこうね、皆さんにこういうコロナ禍ですけれども、こう少しずつね、イベントに出れたりとか、まあね、まあ普段とは違う場所でね、いろんなお客様とね、接することができて、本当にね、充実した2021年だったなというふうに思っております。で、まあ充実ね、できたのも皆様のおかげですし、ね、こうして見ていただいているお客様とかですね、ね、当店に関わる、ね、まあ、ネットショップも含めて当店に関わっていただける、まあ、お客様のおかげで、こうしてね、2021年充実した、年を過ごせましたんで、本当にありがとうございます。もう皆さんね、本当に体に気をつけてね、もう最近特に寒いですから、まあね、まあ、最近オミクロンとかそういうのもまたね、なんか流行って、なんかややこしいことになってますけれども、本当にまあそういったのも気をつけて、で、風邪もひかないようにね、本当に気をつけてね、いい年をね、2020年迎えましょう、お互いね。はい、今回は以上となります。いつもね、最後までご覧いただき本当にありがとうございます。